はい、魚沼さんちむちむチャンネルをご覧の皆様、お元気ですか？商業部会ですが、今回は南本町のテクタクさんのエビピラフとツナクリームピラフを食していきたいと思います。それでは皆さん、いただきます。いただきます。僕初めてなんですけど、いただきます。うん、めちゃくちゃうまいです。めちゃくちゃうまい。さすがです。勉強になりました。じゃあ私はですね、ちょっとこれ卵焼きかと思って見てたんですけど、これ実はこの多分デザートのクレープですね。クレープですね。こっからいきますかね。はい、デザート付きでした。はい、はい、こんな感じです。いただきます。うん、おいしいです。あ、なんかこの牛乳の感じがめちゃめちゃ濃厚。おいしい。はい、では自分はエビピラフですね。なんかプリップリのエビがいっぱい入ってるとこいただきますね。いただきます。あ、ピラフもベタつかず、エビがプリプリしてますよ。美味しい。あったかくてすごい美味しいです。あと先ほども言ったデザートとかサラダも豊富に入ってますんで、ぜひ食べてください。美味しいです。はい、これこんな感じです。めちゃめちゃクリームたっぷり入ってます。クリームにこのツナとあとチーズのトッピングもあるみたいです。うまい。ここで告知です。魚沼市がもう一回いいもう待ってんだよ。はい、告知です。はい、魚沼市が手作りマスクで商店街活性化プロジェクト事業っていうのを立ち上げてくれました。手作りマスクをお作りの皆様、もし余ってるマスク等々ありましたら、魚沼市に3枚一口で寄付していただくと、ゆきんこカードの500ポイントがいただけるという事業を市が立ち上げてくれましたので、まだまだコロナの怖さがありますので、また皆さんを助ける気持ちがあれば、こういう事業もありますので、詳しくは市のホームページを見てもらうと分かると思います。以上です。はい、というわけで、今日はテクタクさんの、エビピラフと、ツナクリームピラフ、いただきました。テクタクさん、なんと、プラス100円でですね、飲み物も、つけてくれるそうなので、ぜひご利用ください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。バイバイ。